日本大阪府大阪市安倍野区、生命通り生命通りは、大阪市安倍野区の町名。定番を持たない、単独町名である。上町大地に位置し、標高は10メートルを超える。北で松虫通り、東で安倍野元町、南で愛をいつ西で橋本町と隣接する。半海電気機道上町線当店チャや停留場から、 半海電気軌動半海先生天坂停留場に、かけて東西に生命通りが通り、10番には、大阪市立生命級小学校が位置する。大阪市立生命級小学校、大阪市立半南中学校の学区にあたる。隣接する橋本町、愛をいつさらに南側の北畑、手塚山、万代にかけての一帯は、文京地区として知られる。町内の西側は、 聖天山風地地区の指定範囲となる。町名は、昔の天王寺村を市街地として開発した時からの、この付近に付けられた通称で、安倍の生命を祀る安倍の生命神社が、生命通りと隣接する現在の安倍の元町に、所在していることに由来する。安倍の生命の伝説は、広い範囲において受け継がれており、生命校に由来して名付けられた。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、安倍野区の小学校、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。